どうもこんにちは、スワシュバスです。ちょっと雑談したくなったんで、筋トレをしながら雑談をします。いつも毎週水曜と土曜に筋トレしてるんですけど、ちょっと昨日水曜日筋トレサボっちゃって、で今木曜日ですね。木曜日のもう夜なんですけど今やります。サボった分はちゃんとね、別の日にやろうっていう風に決めてるんで、筋トレしながら雑談です。まずちょっと先にやるわ。一回、一セット目。1、2、3で、今日話したい内容は4、5、話したい内容は6、待って、やってからにしよう。7、8、9、今日ちょっときつい。きついな。今日話したい内容はですね、自分が見たくないものは見ない方がいいっていうの、すごく大事だなって最近思うのですよ。まあ、今のインターネットって、レコメンド機能とか、おすすめ機能とか、まあ、パーソナライズって言いますけど、個人個人によって興味関心が全然違うじゃないですか。それを、アルゴリズムっていうか AI が汲み取って、で、その人にとって興味がありそうな分野とか、写真とか動画とか情報っていうのを、厳選してっていうか、まあ、情報に偏りがあるけど、それを持ってきてくれる。で、それをキャッチする。個人個人がキャッチして。で、それが、まあ、世界の全てだと思い込むっていうか、それが世界の真実とか事実だというふうに思い込みやすい世の中になってるとは思うんですけど、でもそれがもう当たり前になってるから、もうみんな、人それぞれ見えてる世界が全然違うわけですよね。で、それはその人にとって心地よいものだし、まあ、それぞれね、心地よいものだし、その人にとってはそれが、見えてる世界の全てだから、まあ、それはそれでいいんじゃないかなとは思うので、で、僕もですね、自分が見たくない情報とか遠ざけたい情報だったり、遠ざけたい人物とかね、遠ざけたいなんかタイプの人、性格の人とか、そういうのは本当に、フィルターというか、ちゃんとシャットアウトすべきなんだなって思いました。そうするとめちゃくちゃ快適になるんですよ、人生が。見たくないものは見ない。そう、みんなもうね、自然にやってることだと思うけど、ブロックとかミュートとかね、そういうのも。そう、なんかこう、そうやって、まあ自分の世界が狭まるっていうのもそうだけど、でも逆に幸福感は上がると思うんですよね。なんか嫌でも入ってきちゃう。その嫌でも入ってきちゃうものがあると、ものすごくストレスだなっていうこと。最近気づいて、まあ、例えばなんだろうな、なんだろう、ちょっと夜中に涼もうと思って、こうベランダの窓を開けて、ちょっとこう涼んでて、それで、まあ、涼み終わって、もう一回部屋の中戻って、電気つけたら、その部屋の中に虫がいたとかね、そういう感じですよ。なんか、あ、やべえ、招き入れちゃったっていう感じ、引き入れちゃったっていう。そう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 。まあ、そういう隙がある。のも良くないなと、隙を見せちゃうのも良くないなって最近思うんですよね。見たくない情報は見ないっていう。だからみんな、まあ、みんなもぜひそれはやっていってほしいなって思います。はい、ちょっと2セット目やろうよいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、
で、俺が好きなのは、まず猫の動画。で、あと宇宙、天文系の話題。最近だと太陽フレアの影響で、低緯度地域でオーロラが、赤いオーロラが見られたとか、で、それとペルセウス座流星群のコラボがあってっていうね、めったに見れない天文現象っていうのも、そういうのもね、いつもチェックしてるんですけど、そう、それが好き。猫と宇宙と、あと何かな。あと、まあ、最新のテクノロジー、先端テクノロジーとか、そういう話題も好きかな。まあ、AI の話題も、なんとなく見てるし、あんまり俺使ってないけどね。だってお金かかるじゃん。まあ、お金かかんないやつは使ってるけど、コパイロットとかね。それ使ってるけど、まあ、そう、作曲 AI とかもあるじゃないですか、今。でも結局あれも課金しないと使えないから、それになんだろうな なんかその AI の作る曲って、なんか聞いたことあるような感じのね、ポップスの集合体みたいな、ちょっとモヤモヤっとしたポップスってこういう感じだねみたいなのが生成されるじゃないですか。それを なんかちょっと別に俺が作んなくてもよくないっていうことになっちゃう。なっちゃうから、オリジナリティがあんまりない気がして、まあその歌詞ね、その歌詞の部分は自分で作れるから、そこにオリジナリティを見出せるんだと思うけど、あとはそのコマンドというかプロンプトのその書き方とかもね、それで個性が出ると思うけど、この辺もちょっとおっさんなのかな、AI に対してちょっとこう あんまり手が伸びないっていうところは ちょっと年齢を感じてしまうね。まあでもね、新しいものにはどんどん食いついていった方が、絶対次の時代の波に乗れるから、絶対した方がいいんだけどね。金持ちになるにはさ、大富豪。俺ちゃん未来の大富豪だから。いや、今だって大富豪だよ、十分。精神的には大富豪ですけど、何か。AI とか、あと何の話題かな？何の話題が好きだろう。あと俺昔ソフトテニス部だったから、最近オリンピックね、この間オリンピックは閉会式やったけど、最近過去のさ、テニスのなんか、名試合みたいな動画見たりしてますね。テニスと、あとそう、ソフトテニスのその大学対抗試合とかっていうのもなんか最近結構おすすめ出てくるから見たりしてる。ソフトテニスもね、ラリー激しいんだよね。見てて、すごい迫力あるし。で、ソフトテニスってこう、応援の声がすごくて、煽り合いというか、もうね、なんか、スマッシュが決まったとか、ボレーが決まったっていうだけでも、ものすごいこう、称賛されるっていう自分の仲間たちから。俺もそれ経験あるんだけど。懐かしいな。そう、俺前衛だったんだけど、ボレーが決まったら、ナイボレーシーワス、なんだっけ、どういうリズムだっけ、忘れちゃった。チャチャンチャンチャチャンか。ナイボレーシワス、チャチャンチャンチャチャン、もう一本、おうって 懐かしいね、これ。こういうのやってましたね。で、こっちが点取られたら、ドンマイシワス、なんだっけ、ドンマイシワス、ってどってどだっけ。もう忘れちゃったな。次の一本考えようとかなんか、確かそういう感じだったっけ。もう20年前だからさすがに記憶があやふやだった。難しいですな。あ、今日動画作ってねえわ。すいません。まあ、たまにはこういう日があってもいいわ。じゃあ3セット目。あ、そうだね。そう、情報過多だからこそ、その自分がこう手に取る情報、自分の目に入ってくる情報は厳選した方がいいっていう感じですね。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、
9。よし、3セット目。あーっと、次、ダンベルやろう。はい。ダンベル映ってる？映ってる？ダンベローか。ダンベダンベ。ぽい。あ。これどうしようかな。ちょっとパパ。よいしょ。ダンベやりましょう。1、2、3、4、5。多分映ってないのこれな。いやー、今年の後半どう？後半じゃねえや、もう後半す、後半差し、もうとっくに入ってる。どうなんのかな俺、今年の秋冬は、どうなんのかな。筋トレしてるとそんな考えてる暇ないな。考えてる余裕がない。もうこれこそあれですよ、今に集中するってやつ。はあ、今に集中。いや、筋トレしてるときって、筋トレ、筋トレしてるときってさ、もうほんと、もう筋肉のことしか考えられないから、もう、なんかいちいち悩んだり不安になってる余裕ないですね、そんな日。そんな余地がない。でもこれってまさに今この瞬間を生きるってやつですね。マインドフルネスだっけか。ああ。でも幸せってそうなんですよね。今に集中することが結局一番幸せになる方法。うん。じゃあ右側目か。右側。よいしょ。2、3。これ生放送にすればよかった。生配信にすればよかった。話したいことを短いのに。2、3、4。そろそろ体重測りたいな。何キロなんだろう、今。うち体重計ないから銭湯行かないと体重わかんない。あと実家に行かないと体重がわかんない。さすがにもう80キロ切ってると思うんだよね。リスナーさんにも痩せたってコメントもらえてるからさ、絶対80は切ってるはずなんだよ。野獣先輩が74キロだっけ、72キロだっけ。野獣先輩と同じぐらいの体重だったらいいな。野獣先輩すわしわす説。はい、そんな感じです。まあそういう感じで、見たくないものは見ない、これ大事。あ、そうだ、そう最後の最後で、僕最近ちょっとその YouTube でさ、チャンネルでその運営しててっていうか、コメント管理とかしてて、ちょっと、これ最近やってることなんですけど、コメント全部にいいねをつけるのをちょっと、やめようかなと思って。まあ、やめようかなっていうか、もう結構実行に移してるんですけど、なんかその別に、なんだろうな、その、なんか大してちゃんと読んでないのに、こう、いいねポチポチつけるのどうかなって最近ちょっと思ってて。うん。で、まあ、ね、いいねもらった人はね、嬉しいと思うけど、なんかその、まあ一日に何十件何百件とコメント来てるわけですよ。今まで俺、動画もうほら、2000個ぐらい動画作ってるから、毎日たくさんコメントいただくんですよ。それになんかこう、脳死で、機械的にこう、ただいいねポチポチ押していくのって、これ意味あんのかなって最近思って、思うし、あとその、自分にとってもちょっと、その作業が負担になってるなって最近ちょっと思うんで、ちょっとやめようかなって思ってます。っていうか、ちょっとやめ始めてます。すいません、なんか。でも、その分なんかさ、俺が見てないから好き勝手コメント書いちゃえ、みたいな人が増えれば、それはそれで面白くていいかなと思いますけどね。うん。
その、まあ、コメントが盛り上がれば、シワスが伸びる、シワスが盛り、シワスのチャンネルが盛り上がるっていうことと結構リンクで直結してると思うので、そうそう。で、その、そうそう、俺最近ね、それと関連してもう一つ、今ってその、インフルエンサーとかさ、こうやって表に出て発信、なんかこう情報発信して活動するにあたって、そのリスナーとの距離感が大事、距離感っていうかその、リスナーとの親密さが大事とかさ、あとその、狭いコミュニティで、狭く深い関係を築いていくとか、そういうのが、まあ伸びるための秘訣というか、セオリーっていうふうに、そういう風潮になってるけど、俺ちょっとそれ、気が重いというか、ちょっと俺自身への負担が大きいなって、最近思うんですよ。で、俺そのなんか診断とかもらったわけじゃないけど、結構自分の中では割と HSP 寄りなのかなって思ってて、うん。なんか特にその1対1のコミュニケーションが、苦手っつうか、なんだろうな。いや、違う、そう、インターネットでの話かな。うん。そのリアル、そのこの現実世界でだったら、大人数で、いるよりも、1対1とか、3人、4人ぐらいの、それぐらいの規模で、その会話を楽しむのがいいんだけど、インターネットにおいては、自分対不特定多数がいいんですよ、俺は。インターネットにおいては真逆かな?そう、真逆。インターネットにおいては、その1対1のコミュニケーションがちょっと俺苦手、っていうか嫌だなって、最近気づいて。なので、俺はちょっと向いてないかなって、そういうその、狭いコミュニティ形式で、自分の影響力とか、っていうかそう、自分の、なんだろう、株を上げていくっていうか、自分のコンテンツを育てていくのはちょっと、俺は、ちょっと気が重いので、なるべくその、俺対不特定多数。俺を、まあその、アリーナとか、ドームで、何万人の人が俺を見てるっていう、その距離感を保ちつつ、俺活動していきたいなって最近思うんですよ。でも、まあ、ほぼ実行に移してるですね。まあ、それも、さっきのそのコメントに全部いいねするんじゃなくて、その、まあ、別に、まあ、うん、まあ、好きにコメント書いてくれやっていう感じで、俺が全部読んでるかわかんないけど、まあね、なんか書きたいことあったらコメント書いてくれやっていう感じで、そういう感じでやっていくようにしてますっていうかします、これからも。はい、気が重いのでね、どうしてもね、いろんなリスナーがいるからさ、うん。まあこれは本当、動画活動とかさ、こうやって顔出しして、そういう活動者になってみないと多分ね、わかんないと思うんですけど、特有の悩みっていうかね、やっぱり自分が楽しいこととか、自分が楽にできること、こうやって働かずに、ね、仕事もせずになんかやるっていうことも、そういうことをしてても、やっぱり、何か悩みとか、なんかその壁があったり、何か問題が起きたり、トラブルが起きたりするんだなって、うん、どこ行っても嫌なことは必ずあると。人生どう転んでもしんどいからってやつ。だから、やりたいことでしんどい方がいい。その方がマシだなって、やっぱりつくづく思うわけですね。はい。そんなもんで、すいません、長々と。はい。まあ、そういう感じなので、まあ、これからも、僕との距離感を保って、僕のコンテンツ楽しんでください。そういう感じです。はい。まあ、今月中にあとどれぐらい新しい動画作れるかな。ちょっとわかんないけど、まあ頑張りますよ。俺もね、生活がかかってるんで。生活がかかってるんで、ね、ガッポガッポ稼いでいきますよ。そんな感じです。はい。もうちょっと収集つかなくなるんで終わります。以上。またね。バイバイ。パイピー。パイピーって何?パイピーちゃん。
バイチャです。はい、終わりです。はい。